はい、長野の皆さん、そして、長野支部長の山田さん、こんにちは。越境会会長の石田和康です。今ドバイに来ております。ドバイの原点ともいえるこういった砂漠、何もない砂漠がこの急成長しているドバイの原点で、たった十数年の間に今ものすごい急速な経済成長を遂げて、発展してきた、そんなドバイの街、もともとはこういう何もない砂漠だったんですね。この十数年の急速な、経済発展を成し遂げたドバイ、そこに非常に、日本人の知られざる可能性が眠っております。5月10日の、長野越境会キックオフセミナーでは、こういったドバイですとか今ものすごい急速に変化している中東の、現実とか日本人にとってもいろんなビジネス機会とかそういったテーマで、たっぷりお話をお届けしたいと思います。ぜひ皆さん、長野の皆さん、5月10日の長野越境会の方に、お話を聞きにいらしてください。よろしくお願いします。